やっほー、今日はまたみこお姉様にいらしていただきました。もう本当に前回のビデオが評判すぎて、もうみんなもうみこお姉のことすごい大好きで、ありがとう。もう本当に本当にまたやってくださいっていうリクエストがあったので、ぜひぜひということでお願いをしてビデオを撮らせていただくことになりました。なので今日はひたすら喋る、ひたすら喋っていきます。はい、はい、お願いします。お願いします。最近どう？だからもう本当にこの日見て肌の色最高じゃない。雨もこのぐらいになりたくて。なんか焼いた、結構黒いよね。雨もキサロイかな。行っちゃいなよ。高校の時くらいぶりだ、ね、私もでも去年下地作るのに一回やったけど、でもすっごい久しぶりね、去年じゃ一昨年だ、一昨年ぶり。でもサロンの中ひたすら汗じゃない？汗だよ。だよね、なんなら3日ぐらい汗止まらない。もうやばい。そうだよね、懐かしい。なんかジェル塗ってさ、アロエのやつね。アロエのやつね。今いい匂いのやつあるんだよ。そうなんだ。そうそうそう、進化してるんだろうな。進化してる。寝るやつだよね。寝るやつ。なんか立つやつもない。立つやつの人ってさ、ボディービルの人が立つやつじゃん結構。あ、でなんか焼けるらしいんだけど、すごい強いんだって。あ、強い。そうだから痒くなっちゃうよって言われて、最初寝るやつにして、はいはいはい、次立つやつにしようかなって思ってる。まあ、次、次、どんだけ黒くなるの？定期的に、定期的にこれをキープしようと思って。いや絶対いいと思う。羨ましい。そうそうそう、ちょっとだけ今年は黒くしていこうかなって思ってます。超いい。ファンデーションは色は？ファンデーションね、これね、たまたまメイベリンのなんかフィットなんとか、フィットミー、を、見たら、ちょっとフェイスチャートのところに友人がいて、結構いろんな人のって、そうで一番黒いのがその友人だったの、はいはい、あ一番黒いの買おうと思って買ったの。あ、そうなんだ。そう、から今あのメイベリンのやつ、でもすごい良かった。でもここが焼けなかったんだけど、やっと焼けにくいよね。やっと焼けたかも。うん、お腹とかボディービルの人ぐらい黒い。うん、場所によって全然違うよね。そうそう、こっから下見せれないけどすごい黒い、恥ずかしいぐらい黒い。それでまた次行くの？次でもいいよ、5日後ぐらいにしようかな。結構1週間最短3日に1回とか。あ、そんなにやるんだっけ、全然覚えてないや。多分、でも1ヶ月に、1週間に1回、まあ多分最初は土台作りに、多分1週間に1回とか5日に1回とか多分行くんだよね。だと。でその後は多分2週間に1回とか。そうだね。だよね。いいな、行こうかな。日焼けしちゃえば。焼けます。焼いちゃうそうです焼けちゃうそうです。焼けちゃいます。いいな。今ちょっとダイエット中で、今日ファスティングの回復食3日目。うん、3日間食べなくて3日間回復食。でもすごい体は楽になる。なるよね。うん、楽。綺麗になるんだよ。でも絶対我慢できないんですよ。でも、ね、我慢できないと多分今忙しいからやめた方がいいと思うよ。いや、なんか私今多分お腹が空くっていう感覚は最近なくて、なんかに多分満たされてるんだと思う。濃いかな。あ、濃いだよ。濃いなんだけど、いいな。完全に濃いだよ。満たされてるのかな。分かってるし、満たされてる。満たされてるから、お腹あんま空かないから、大丈夫かもっていうね。そう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 。いや、なんかその雨も今、本当ダイエットしようと思ったじゃん。ストーリー上げたじゃん。頭使ってるじゃん毎日。甘いもん欲しすぎちゃって、ダメだった。お菓子はやめれなかった。今はいいんじゃない？なんかちゃんと切り替えればいいんだと思う。そのタイミングが来たらストーンってやればいいし。ね、そう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 。私は今とりあえずトレーナーさんと8月までに体重全部で8キロだったかなぐらい落とすって約束しちゃったから、やるしかないなと思って。なんか約束っていうのがあるとやらねばならぬになっちゃうの。しかもその対人だしね。そう、なんか相手がいるから、ね、そうなの。一人だと、まあ、ちょっと心すぐ折れるんだけどそうなんだけど、まあ痩せるって約束したからにはやろうかなと思って、でそれについて話そう。ダイエットなんかさ、雨もダイエットとかストーリー載せたりとかしてて、やっぱりさこのボディシェーミングじゃないけどさ、そういうのってカルチャー的にあるじゃん、でもそれを今なんかこうそれは正しくないってことに今なりつつあるじゃん、やっと、それに関してでもアミたちは痩せたかったりするじゃん、それとのギャップがあるじゃん。あ、わかる。なんかそういうことに対して多分疑問を持ってる人って結構多くて。あ、わかる。それそうかも、私も思う。思うよね、うん、だってさ別にそれはすごい綺麗なことだしさ、美しいこと、どんな体も美しい、でも自分の中に自分のこういうあるわけじゃん、わかる。自分は何がベストかみたいな、
そう、だから多分そこのギャップについて。そうなんだよね。なんかさ、別に太ってるからダメとか痩せてるからいいとかっていうのはないと思うの、うんうん、なんだろうね、それ私もすごい思って、うん、なんか自分を愛そうって思ったけど、なんか自分の中でこの痩せようって思ったのはやっぱ自分が着たい服がなんか似合わない、自分が見てて、うんうんうん、だからそれでもうちょっと痩せようかなって思ったんだよ ね。でもほら、人がそうだとしても別に何も思わないもんね、うん、そう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 、でも自分はってなるとまたちょっと違うから、違うんだよね、そこのトピックすごいなんか難しいな、難しいと思う。だからなんか自分がもし満足してなんかその体型でもいいって思えてるなら、そうそうそう、それはどんな体型でもありだよね、うんうん、あり。でそれがいいって思う人もいるだろうし、うんうん、どんな体型でも美しいと思う。でも一番思うのはやっぱ健康的、うん、そこはでもやっぱり、うん、気にかけなきゃいけない部分だと思う、人間として、うん、なんかやっぱ健康的じゃない方、うん、例えばこうなんて言うんだろうな、その太ってるがどうっていうよりかは、うん、食生活がもうめっちゃインスタントラーメンしか食べないから、それはちょっと危険。でもそれはまあいい人はいいと思うんだけど、うん、でもやっぱり現れる脂っこいものすごい食べ過ぎちゃう、体に悪いものを食べてそれが体の外に出てきちゃってる場合、うん、やっぱり品がなかったりとか、うん、汚らしいって見えてしまう、どうしても、うんうん、やっぱりでもそれを隠そう隠そうっていうよりかは中身から綺麗になってほしいっていう願いはあるかも、うん、そういう、そうだね、うん、それはそうかも、そうちょっとわかるかも。なんか私もやっぱすっごい産後太っちゃって一回戻したんだよ、うんうん、戻したんだけどまた太っちゃったの、うんうん、でその時ってやっぱすっごい体が不調だったのね、うんうん、肩が痛いとか首が痛い腰が痛いとか、あとなんか常になんか体勢が悪いから筋トレしても効かないの、はいはいはい、まあ、骨盤がずれちゃってたんだけど、うんうん、それで骨盤矯正をして直して、で体重を去年8キロぐらい落としたの、うん、でそれはずっとキープしたまま今に至るんだけど、うん、なんかその落とした時にすっごいやっぱ体が楽で、うん、でなんかもう最近チョコとか食べたり小麦粉製品とか食べるとジンマシンが止まらなくなっちゃうのね、出るよね、そうなの、そうなの、だから私の体の限界なんだなと思って、その体重っていうものと、はいはい、だからなんか人それぞれそのストッパーがあるのかなって思って、あるなんか自分のストッパーがまだ多分ちょっと下げないとダメなんだと思う、私の体には。確かに確かに、いやでも本当それは人それぞれ絶対にそのレベルっていうか、うん、そこっていうのがあるから、うん、そうだからそこに向かって痩せるとも言うし、うんうん、もっと痩せたいとも言うし、うんうんうん、だからといってその他の人がそういう体だとしても、うん、それは美しいことだと思う、そのそうそうそう、その人自身が満足であったりとかすれば、うん、ね、ただその健康は気をつけようねって話であって、ね、うん、だから自分のその限界値っていうのが絶対人それぞれあるから、うんうんうん、その限界値を超えなければいいってことだよ ね。なんかその健康の、うん、だからなんか難しいよね、世の中にはさ痩せたいっていう人が多い、うん、イコールでも細くなりたいわけではないじゃん、わ、うん、かる、なんかやっぱ健康の自分のレベル、うん、そこの自分が満足できる自分の体のレベルがあるから、うん、だからそれを痩せたいで一括りにしてイコール細くなるとかモデル体型とかではないっていうのを覆したいけど、うん、かなかなか難しいなと思った。うん、だから今度アミもなんかアミいつも痩せるとか太ったとかってストーリーとか載せなかったんだけど、なんかもうちょっと自分を出していきたいなと思ったから出していくようにしたのね。でもそこでやっぱり海のファンの方みんな、うん、やっぱいろんな体験の方がいる中でみんな美しいと思うけど、やっぱそこに疑問を感じる人いるんだなと思って、いると思う、そう、それで今ダイエットの話になったから、うんうん、ちょっと話したかった。いやでも本当にそこって難しいもんね。難しいよね。だから変にさ、やっぱこうね、フォロワーの方も多かったりするじゃない、うん、そこでさそういうことを発信するってなるとさ、やっぱ影響になるわけじゃん、うん、あ、私も痩せなきゃいけないんだって思われるのが嫌だって思ってて、いやそう思っちゃう人もいるよね。そうなの、難しいよね。なんか受け取り方ってすごいなと思って、うん、なんか例えば私が冗談で悲しいとかなんか泣きそうっていう泣きそうってあんまないのね、うんうん、泣きそうってストーリーズに書くことは基本的にネガティブなことじゃないのよ、うんうん、なんか私ストーリーズに書くときネガティブなことを発信しないようにしてて、うんうん、なんかその泣きそうの一つの意味はなんかもうウケるやばっていう意味の泣きそうなの、わ、うんうん、かる？なんかもうやっちゃったよみたいな、わかるわかる、わかる人は絶対わかる、わかるじゃん、うんうん、だけどそれに対してやっぱりすごく真剣に答えてくれる人もいるの、大丈夫ですか？大丈夫ですかみたいな、大変でしたねみたいに言ってくれる人もいるんだけど、だから受け取り方によってはそれもネガティブになるんだなと思って、いや難しい、そうだから
こう言葉を発信するのって難しいなって思った。いや本当にそう、本当にだからアミも YouTube 始めてから最初は何も考えなかったんだけど、うん、やっぱりこうみんなこういう言葉を発することによってみんな受け取り方が100人が100人違かったりするわけじゃん、うん、だからめちゃくちゃ気にかけて YouTube の中で話してる、ね、うん、からこそ自分の本音が言えなくなっちゃう時もあったの。あこれを言ったらこうやって取られられたらもうすごい深く考えるようになっちゃって、うん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 、だからやっぱもう本当にビューティーのコンテンツに絞ったりとか、あ本当だったらもっと一面的なことを話したかったりするんだけど、だからブログ始めたの。なるほどね、なるほどね。ブログ始めました、うん、そうやっぱその文章に落とし込むことによって、うん、っ雨はね本にしたいから、うん、あれいいと思う。そうだから本に書くように書けてたらいいなと思ってて、だから変にこう今日は何にしましたみたいじゃなくて、うん、もっともっとみんなにこう知識になるようなことをあの書いていきたくて、うん、そうでもやっぱ文章の方が雨もスムーズにこう文章にできるし、文章見返した時に第三者の気持ちになって、あこれこうやって捉えられちゃうかもみたいなのとかも読み直していくと分かっていくの。あそうするとその言葉をもっと近く自分が言いたいことに言いたかった文章みたいな言葉にこう適正化にしていって、うん、そう、それでこう文章ブログ書いてるんだけど、うん、まだ 2件しか書いてないんだけど、すごい分かりやすかったそうでもなんかやっぱこうやって普通にただ単に自分が思ったことバーッと話すよりかは、うん、ちゃんと一回文章に落とし込んでどういうことを伝えたいかを書いていった方が伝わる人が増えるんだろうなと思って。え素晴らしい。私ね結構ね逆なの、うん、なんか私はこう文章にしちゃうと超簡潔明瞭になっちゃうの、うん、だからなんかはいわかりましたとかで終わっちゃうの、うん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 、なんかありがとうとか一言で終わっちゃう人なのね、うん、だから文面がすごい網うまいから、うん、なんかすごいなって思う。すごい褒めてくれたんだよね。でもすごい良かったなと思って。嬉しかった。難しいけどもう本当に2時間3時間かけるから、うん、その分のが伝わってきた。あ嬉しい。伝わってきた。だからすごいなって。私結構返信とか声で返しちゃったりするの、うん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 、ボイスメッセージとかで、うんうんうん、それって多分私言葉の引き出しがなくて、あるのかもしれないけど、なんかその情熱みたいなのを音で伝えたいみたいなのがあって、結構ボイスメッセージで返したりするんだよね。うんうん、なんかこう仲良くなると、うんうんうん、そうなんか LINE だとさ、本当になんかその感情表現するのがすっごい難しくて、難しい、文章難しいよ、ね、難しいよね。なんか絵文字で表現するのもあんま上手じゃないから、うんうん、声になっちゃう。から逆だよね、タイプがね。逆だね。でもそれでもいいなと思う。だからそのほらストーリーとかもさ、喋ったりとかしてさ、もっともっと発信し。したらいいよね。うん。なんか雨はそれができないから逆に羨ましい。だからライブとかないものだよね。そう。二人ともね。そう。だから雨本当はライブとかもいっぱいやりたいんだけど、うん、言葉にすると、うん、しかもなんか何かの知識をこうやってほらメイクのやり方とかをビデオにするのは全然いいんだけど、うん、やっぱりそれ自分が思ってることを言葉にす。うんうん、すんっていうのがなかなか難しくて、だから本当に逆に羨ましい。えでも文面に出せる方が私は羨ましい。出せないから。出せないから。本当に出せないから。だから文面ってすごいなって思うの。いや話膨らむね。うん、膨らむね。相変わらずこんな感じで常に話してる。